三浦、どうした？どうしたのその死体の足は。大丈夫でガンス。でもね、男になってしまった。あなた、そげなこともありますね。俺は何も見えねえんだぞ。あなたのお命守るためだわ。どんげな目あってもいい。あなたのいなくなった暮らしなど考えられますね。どうしたんだお前、何があったんだ。一角の侍相手に真剣勝負するなど狂気の沙汰だ。勘弁してくれ。武士の一分としか申し上げられますね。命を懸けて守りたい愛がある。武士の一分。